皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。はいね、誕生日の3日前なので今日はルームの背景が変わってすごくね華やかですはい、ということで18歳まであと3日なんですけど、今日のゆうちゃんキッチンはアクアパッツァを作っていきたいと思います。イエーイ。そう、誕生日仕様になりました。嬉しい。はい、ありがとうございます。やば。はい、あとですね、皆さんに宣伝宣伝です。宣伝というか、はい、今日の5時からオンラインおしゃべり会の再販がスタートしましたので、皆さん ゆうのところに来てください。なんかちょっと今日声枯れてるんですけどはい、頑張っていきたいと思います。そういう感じです。はい、遊びに来てくださいね皆さん、絶対に。わかりましたか。ということで早速手を洗っていきたいと思います。やったー。もうオンラインだとまだ0枚です。おっと、それはもう1枚でもゆうちゃんのところに来るべきですね。はい、ニンニクを潰したいですね。あ、そっか、ちょっと待ってください。あ、いや、いい、そのまま。うん、違うの見てて、ね、ちょっと待って、ねえねえ、ニンニクって蒸しだけだけに必要なんです。ニンニク潰します。そうだね、1枚だとあれかもね、緊張して確かにそれは言えてる。なんかこれを包丁でボッ、パパがいつもやってるけど、ユーにできるかわかんない。できるかな。うわっ、ダメだ、潰せない。あ、車検の方がめっちゃ可愛いって、ありがとうございます。おいしょ、ふっ、ちょっとだけ割れましたね、けどもう一回頑張ってみます。ふっ、うっ、ふっ、ふん、はい、できた。生きてる？もうちょっとか。全然潰れないです。あれですね、なんだっけ、賢いじゃなくてしつこいじゃなくて、なんだっけ。じゃあママの顔を思い浮かべていいかな。はっ、あ、潰れた、ほら見て、うわー、ママの顔を思い浮かべたらこんなに潰れないはい、完成です。これは手は切るものないな、感じ悪いですね、感じ悪いってはい、ということで、じゃあちょっとします。ママにカメラをお願いします。ポン。ちょっと待って。はい、ということでですね、火をつけてこちらにオリーブオイル。うわ、すごい、何これ、何ね、すごいね、風船やだ、ケーキやだ。オリーブオイルを入れます。すごい、すごいね、ね、すごいね。ハッピーバースデーか。こんばんは、こんばんは。
ね、なんてことを。お母さんの顔を思い浮かべながらやったらできたそうです。スベしたニンニクも入れる。ママちゃんこんばんは。あ、ピチャもこんばんは。あ、こんばんは。なんか私後付けですけど、ピチャこんばんは。こんばんは、お久しぶりです。アクアパッツァ、アクアパッツァって何ですかね。アクアパッツァはお魚の料理で、なんだろうな、なんかあの白ワインで、そうですね、魚介を白ワインで和をね、うん、イタリア料理。香りが出てきたらね、本当です。私料理しなくていいです。だからゆうちゃんキッチンない日本当に あの憂鬱です。ちょっと待って、あ、だるまさんが、だるまありがとうございます。魚の水分取るの忘れてた。あ、はい、魚の水分取ります。こんばんは。ふわっつぁな感じ。そうです、ふわっつぁな感じ。でも家もね、あんまり食べたことないけど絶対美味しい。いや、魚、白身魚特に大好きだから嬉しいです。とっても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 、あれ、これ立って大丈夫。ゆうちゃん、ママさん、たったいまおかえり。よいしょ、ひっくり返して。今日はお姉ちゃんのリクエストだね。そうなの。でも水分は取って、うん、魚はパツパツするのかしら。そうです、パツパツさせていきます。ねえ、何ですか、だってみんながパツパツするって言うから。そうでしょ、何みんな、でも変なこと言ってるわ。よし、もう一回温めます。ママさんはゆうちゃんって言うんですか。いいえ。何、ママは何て言った。あ、だるまが来たよ。あ、ありがとうございます。ゆうちゃんって言うんですか。何のこと、うん、ゆうちゃんって言うよ。言いません。あのね、お願いし、なんかお願いがあるときはゆうちゃんって言います。パパもゆうちゃんお願いだよってパパ言ってくるね。はいはい、ニンニクの匂いがしてきた。お魚は、あとアサリでトマト入れるのかな。今日はですね、アサリなしです。魚さ、皮が上どくんだっけ。そうだ、いやでもこれもう切り身だから、どっちでもいいか。うんうん、パツパツの説明お願いします。なんかイタリアの料理で、パツパツだよ。あ、パツパツの料理はちょっと私には理解はできない。わからないんですけど、よいしょ、熱い、熱いね、熱いね、うん、やっぱりキッチンとして熱い。初めて大地行ってきたよ。あ、本当に感想をお願いします。美味しいよね、うん、すごく、私も好きです。よっしゃ、ママちゃんこんばんは。こんばんは。今来たんで今までの流れを教えてください。実は最初に挨拶をして、そっから次に次に宣伝をしました。はい、おしゃべり会の宣伝をして、次に魚、アクアパッツァを焼いての魚を焼いている工程です。挨拶から。世界一かわいいちゃん、こんばんは。あ、こんばんは。髪の毛増えた？すごく多く見える。あ、え、わかる。ユーモン思った。だから今日なんかすっごい嫌だ、嫌だった。ここがね、これがね、結んでるの。髪の毛結ぶのさ、なんか本当は今日ポニーテールだったけど、うん、ただです、はい、ポニーテールが嫌になって、あく、ポニーテールが嫌になってサイドポニーしました。ただですね、そうそうそう。大地の餃子に肉汁がすごくて美味しかった。ねえ、わかる、ありがとう。そうそうそう、ねえ、私あんまりラーメン苦手だったけど大地を食べるようになったの。ひっくり返すのさ、ボロボロしてそうでさ、すごい。あっ、
だけど頑張る。あ、やば。久々のキッチン、こんばんは。そうですね。あ、あ、やばい。これは怖い。オリーブオイルでパツワパツワするのか。そうです。オリーブオイルでパツワパツワしてます。でも今これ、くじけそうです。パッ。うわ。熱っ。チクチク熱い。富永家の料理の裏技ありますか？裏技？なんかありますか？なんだろうね、裏技？ん？適当イズベストですよ。はい。愛情入り適当。ベストです。これがベスト。ハートが来たよ。シャーベットピンク見たよ。ゆうちゃん可愛かった。あ、ありがとうね。チャンス。チャンス。今日も可愛いね。ごめんね。ゆうちゃん、ママちゃん、こんばんは。そうだね。こんばんは。魚さん、そのままでも十分わかる。え、美味しそうだよね。サイドっぽい手前だから奥にあるのかな。どうかもしれない。これ、あ、あと、あった。みっちゃん、ママさん、こんばんは。こんばんは。下味は、捨てるのかしら。塩コショウをつけ、あの、塩をつけて10分経ったら水分が出てくるので。それで水分を取ります、はい、はい。そしたらトマト、はい、とブロッコリーを入れます、はい、端っことかに、はい、でももともと毛も多いよね。あの、もう少なくはないよね。そうそう、毛量すごいよね、うん、でも生まれた時からいっぱいだった。うん、生まれた時ね、めっちゃ毛生えてたみたい。うん、みーちゃんのインスタグラムいい感じ。ありがとう、嬉しいです。そう、絶望の後でのさ、衣装めちゃくちゃ可愛いですよね。私、あの写真すごいお気に入りで、早くみんなに見てほしかったから嬉しいです。トマトの発音よくお願いします。トマト。すぐ切り替える。今日は俺の誕生日です。わ、すごい、おめでとうございます。ゆうとに人違いだね。ねえ、近いんだね。うん、ということで、こちらに白ワイン、うん、はい、こちら、あ、白ワインと水を入れていきます。ワニ来ました。ん、はい。タラタラしてんじゃねえよって言ってください。タラタラしてんじゃねえよ。タラだから。はい、劇場版の11時販売始まったね、うん、あ、そうです。なので皆さんぜひ、あ、これが来た、クラッカー。ん、あ、クラッカーありがとうございます、うん、これ間違えて持ってきて、え、使わないですよね。それ使います、今入れますか。あ、そうしましょ、そうしましょ、そうしましょ。もう終わっちゃいそうだわ。うん、今日簡単。ルームがお誕生日ルーム、華やか。あ、そうなの。じゃあさ、喉乾いてからさ、水飲んで。はい、シャーベットピンクのゆうちゃん、癒されたよ。あ、ありがとうございます。蒸し焼きにするのか。そう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 、なんか本当はアサリを入れていいみたいなんですけど、アサリ入れないで、あの、忘れちゃった。作ります。ごめんなさい。昨日ね、お風呂入ってる時にね、なんか傷、新しい傷があった。なんかね、気づかないうちにね、傷ついてたみたい。困っちゃうよね、本当にね。やばい、もうあと3日で誕生日とか普通に考えられないし、今日はなぜかめちゃくちゃ眠かった。シャーベットピンク買うよ、楽しみに。あ、ありがとうございます。蒸してる間、うん、何パツパツしてくださいだって。やってよくわかりません。あ、そうだ、じゃあみんなに、いなくなっちゃった。
あ、出たでしょ。何が？もうもう。あれ？見たね。見たって？もうでもね、そうあんまり見ないよね。見てないよ。何が？うん、もう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 。わかんない。ちょっと待ってください。今探し途中なんですよ、実は。孤独なフライパン。はい、はい、戻ってきた。前に作ったやつですけど、アクアパッツとはシャレオツですね。はい、皆さんに再度、あ、めっちゃ光ってるって見えないね。暗くした方がいい、ね、こうか。皆さんに再度説明です。はい、はい、こちらのこちらは第2部がおすすめですよ。皆さんお仕事だったり、お仕事だったり、学校だったりから帰宅をして、そのしてから第2部で私が夕ご飯を作って皆さんのことお待ちしております。で、ここがおすすめなんです。まあ、ここはみんなでお揃いの服を着るという感じで、ここは OL のゆうちゃん。皆さんイベントの時に OL のゆうちゃん見たことありますか？イベントの時は全然見にくい。見にくい、見して。あ、それ、あ、本当だ、うん、はい、その OL のゆうちゃん置いてやった方がいいです。あ、ここにこんな感じ。あ、ダメか。みんな見えるかな。ほう、あ、いいんじゃない。じゃあ、はい、一個ずつそこから、うん、はい、こちら第2部がもう一回説明するんだけど、第2部がおすすめです。はい、こちらはちっちゃいもんクラブでお揃いコーデをします。新衣装です。で、こちらは OL ゆうちゃんです。同僚になった気分で皆さんとお話ししたいと思います。で、こちらが似顔絵を描くんですけど、こちらの第7部だけ限定で浴衣を着たいと思います。はい、1部から6部までは普通に私服でやるんですけど、7部だけちょっと夏、いつもの握手会のね、夏祭りっていうの、浴衣祭りか、浴衣祭りがないので、この時に浴衣を着させていただきます。で、こちらは質問攻めをしちゃいます。ちょっと攻めの意味をしっかり理解してから来てください。はい、で、こちらは生誕って焼きます。私の今日の3日後に誕生日があるんですけど、で、一緒にお揃いできたいなって思います。で、こちらは英語禁止ゲームです。お互いで英語禁止ゲームをして、英語を言った方が負けゲームで、以心伝心ゲーム、これは心がつながってるというのを証明できるように頑張りましょう。で、こちらはハロウィンのコスプレをさせていただきます。こちら第2部、販売ありがとうございます。で、第1部もコスプレしますので、また遊びに来てくださいという感じでした。はい、いい感じですか。質問攻めっていうのは、まあ、いろんな意味で、あ、シルが反応してます、はい、質問攻めというのは、まあ、質問で攻めていっちゃいますよっていう感じですね。まあ、特に、まあ、DD とか、まあ、ちょっとあちこち行っちゃう人向けですね。はい、という感じです。いいですか、皆さん理解できましたか。ゲームがすでに英語確かに、はい、まあ、それでゆうちゃんのところに行きたいなと思った方は、まあ、すぐにポチポチっとやっちゃってください。はい、おすすめはね、浴衣と JK ゆうちゃんがお夕飯を作って待っている部です。9月27の2部と9月23の第2部と10月11日の第7部がおすすめです。
以上です。皆さんありがとうございます。私の話聞いてくださって。質問の日は避けようなって。え、なんで逆に避けずに来てください。大丈夫です。私がしっかりと質問を用意して皆さんに質問攻めをさせていただきます。責めることになるか、普通に質問をするだけなのか、それはもう皆さん次第なので頑張ってください。こういう感じです。わかりましたか。怖い。怖くないですよ全然。はい、こういう感じで以上です。ママさんとは話せないんですか。ママさんとは話せません。残念ながら NGT じゃないので、ゆうちゃんだけでね。あ、ゆうちゃんの件買い増しします。あ、ありがとうございます。嬉しい。質問攻めは困るんだって。あ、それ私がこの前出たパクりましたよね。ハートです。ハートが来ました。 ありがとうございます。生写真のサイン楽しみに待ってます。あ、待ちます。そう、昨日の夜にサイン終わって、はい、でもすごい楽しかったです。サイン書いてるの、ゆうのサインさ、めちゃくちゃさ、シンプルなんですよ。で、なんかもうさ、なんていうの、ずっと書いてたらさ、書き慣れちゃってさ、めちゃくちゃサイン上手になった。ちょっとアレンジ加えた。だから見てほしい、みんなに早く。みんなの手元に早く届きますように。今日はちょっと声の調子が悪いみたいです。名前は緊張するわーだ。ん？名前は緊張するわー。名前？ああ、そうですね。見て見て、泡いっぱい出てる。泡って言わないと。当日カメラマンはママさんですか？違います。1枚パツしました。あ、ありがとうございます。それは楽しみじゃのう。名前わかってるのかな。だって、わかってる人もいればわかんない人もいるんじゃないかな。シャーベットピンク買うよ、楽しみだよ。 ありがとうございます。ゆうちゃんママさんは買うの？もちろんです。そこはもう声を大にして。もちろんです。だっていい歌だもんね。うん、すごい素敵な曲。うん、もう聴いて歌詞見なくても歌えるように練習しよう。頑張ってください。はい、頑張ります。コールも、もう覚えちゃってください。え、コール？うん、だってそれは、それはだって、ね、でもコールってあれなんだって。コールってわからない。みんな自分たちでなんとなくのところでやって、で、まあ、みんな劇場とかに来たら、まあ、周りの空気を読んで一つになるらしいよ。すごいよね。でもなんかずっとやってたら、なんかいつどこで、こう例えばコール、どういうコールをしたらいいかとか、あ、じゃあこう、体がもう、じゃあもうこう前を楽しみながらもちょっと脇とかを確認しつつ、お、今コールだみたいな。うん、でもやってればなんとなくわかるんじゃない？すごいよね、でもそう考えたら。うん、あの公園に行っても全然わからない。うん、言うもん。何を言ってるのかがわからない。何を言ってるかはわかるけど、でもすごいなって思う。時たまその、ななかちゃんがじゃあ帰ようっていうのはわかる。それはわかる。コールは最初から入れやすい。すごいよね。うん、あ、でも明るいシャーベットピンクみたいな楽曲だと入れやすいみたいな。なるほどね。
今回の曲は分かりやすいね。トマトがさ、ひび割れてきた。うん、それがまたいいね。熱されて、すごいね。毎回公園にはコールのプロがいますから。あ、そうなんだ、すごいね。そういう人がいる。ぶーちゃんがいちゃんかいよ。ありがとうございます。それ聞こえると嬉しいですよね。なんか歌わりとかで結構、まあ、歌わりって大体まあ多くてというか、まあ数人で歌うじゃないですか、歌わりって大体で。その時に自分の名前が聞こえたらすごい嬉しいですね。なんか他のメンバーの名前しか聞こえなかったらめっちゃ悲しいけど、そうゆうちゃんって聞こえるとめっちゃ嬉しいです。うん、もうでもみんなが叫ぶからあれだよね、わからない時があるね。うん、でもゆうちゃんって聞こえる、嬉しい。絶望の振り付けすごいね。ね、ね、そう、私もすごいあの振り付けで。ゾワゾワゾワってした。かっこよかった。すごいよね。シャーベットピンクは可愛いらしいって感じで、絶望の後ではすごいかっこよかった。ね、すごいね、難しかったです。あの鐘が鳴った後のね、素敵だった。なんかね、ジタバタする。ジタバタっていうか。すごい今までにない感じの振りだったからね、うん、すごかった。難しかった。私ダンスがあまり得意じゃないんですけど、頑張ったな。はい本当に難しかった。でも難しいからこそできた時にめちゃくちゃ楽しい。腕飛んでいきそう。そう、腕飛んできそうなの。本当に腕飛んできそうなの。ここで何回もボン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 ってやるんだけど、本当に腕飛んできそうだ。なんかこうなんていうの、パンチとか、なんか足でキックとかそういう感じの振りがすごい多くて、だからそれがすごい難しかった。力を入れるのがなんか難しかった。曲に合ってるよね。うん、すごく感動しますね。シャーベットピンクのブリック走りかわいいだって。これね、かわいいよね。ああ、かわいい。かわいいよね。かわいい。プリプリって感じ。プリプリしてる。 NGT です。こんばんみこんばんみ。アイドルはステージの上で見てるのが一番好きです。嬉しいです。ありがとうございます。シャベットピンクの振りもなかなか難しいところがありました。なんか MV に映ってるこうみんなでさ、こう丸、たくさん丸になって踊るところをちょっと映ってたと思うんですけど、ちょっとだけそこが難しかった。私は日焼けしたのはシャーベットピンクと絶望の後でどっち？シャーベットピンク。なんかシャーベットピンクの方で日焼けしちゃって、あ、もうやばいわって思ったから、絶望の後での MV の時はもう徹底して、もう頭皮にも日焼け塗って、ここにも日焼け止め塗ってもうめちゃくちゃ塗り直してたから、あんまり日焼けはしなかったけど、シャーベットピンクは研究生がこの肩のところ空いてる衣装で、先輩がここだけ空いてる衣装だったんですけど、研究生はここめっちゃ日焼けして、先輩はここめっちゃ赤くなってた。皆さん、ななこさん違うんですよ、本当に気になってます、ね、しかもあの時なんか結構終わりにかかってる時だったんですよ、あの走るシーンを撮る時で、めちゃくちゃみんな結構もう疲れてて、何回も踊った後だったから、
で、それで走るってなって、いやもう疲れてるし絶対にゆうちゃんと走れないと思ってだけど、私よりも下がいます本当に違うんですよ、違うの。え、なんか遅いって言うから、まあ私もあのマラソン大会とか後ろから3番目とか、もう後ろから数えた方が早いぐらい足が遅いんです。だけどそういたんですマジで面白かった。ななこさん走り終わった後にめっちゃ疲れながら騙したなって言ってて、めっちゃ面白かった。はい、そんな感じで、なんか先輩方と話す機会話す機会というか、初めて一緒に初めての MV 撮影で先輩方もいらっしゃったので、なんて言ったらいいんですかね、言葉が分かんないけど、うん、そうお話しする機会が増えた、そうそうそう、お話しする機会とか増えたりして、うん、すごい嬉しいです。本当にでも言う足遅いよね。本当に足遅い本当なんだよ、走り方のフォームが多分、ね、悪いよね。あの上にいるか長いよね時間が。そうめっちゃ言われるの。だから前に進んでない、あのマリオみたいな感じで。そうそうそうでなんかまあでも短距離はまあまあ早い方なんですよ。でも長距離がマジで苦手でね、なんか疲れるとすぐにもう、だから運動会はいつも後ろの方を探してた。え、なんで？言うどこだろうどこだろう、あーあーって。でも運動会は結構、あの最後の小学校最後の運動会1位だった。あの短距離走、ね、覚えてる？覚えてない1位だった。練習では3位とかだったけど本番で1位になりました。あ、ごめんなさい、そうだ、ななこちゃんの方があれだった。いや、コンディションが悪かったかもしれない、その日はね、疲れてて。じゃあ今度ななこさんとか 10m。 そうだね、ななこさんに。そうしてみて、うん、これ何が正解なのかなもう正解なんじゃないね、そろそろちょっと、うん、見てみるわ、うん、いくよ、はい。え、めっちゃ美味しそうなんだけど、ね、え、めっちゃいい匂いする。あ、そう、いいんじゃない、うん、あとちょっと味付けを整えて、そうだね、うん、パッツァパッツァが。じゃあ、あ、何をするの、履いてそう。あ、そうね、ななこさん履いてる靴が合わなかったかもしれないね。みんなめっちゃフォローする。ななこさんに言わないと。今、ファンの皆さんがフォローしてましたって。言ってみる。塩も入れるね。うん、なんかでも何でもできる器用な感じがする、ななこさん。でもななこさんって味音痴なんですよ。そうなの？言ってた自分で。直接見たわけじゃないけど。綺麗なお姉さんって感じです。え、わかるね、優しいし、ね、優しい、うん、そんな感じがする。顔からなんかにじみ出てる優しさが。え、これスープちょっと飲んでみる。うん、いいよ。足が、ん、足が速くなる靴ありますよ。瞬足で、瞬足出しますよ。懐かしい。え、美味しいけど全然味薄い。うん、じゃあ整えてください。あ、だるまが来てる。あ、だるまありがとうございます。横顔綺麗、ありがとう。黒胡椒とかやりますか。うん、クラクシャ入れるね。はい、そうなの、
収束快速快速ちょっと焦っちゃった。瞬速開発したの新潟の人なんだって。え、そうなの？初めて知ったんだけど。新潟の人すごい。アジオンチに関しては数々の伝説がある。へえ。何味なの？何味って言われたらわかんない。はい。オリーブオイルの味がするのと、ちょっとニンニクの香りがしますよ、うん、魚の出汁が出てる、うん、そう多分アサリを入れたらもっとめっちゃ出汁がする。あの衣装に瞬足はやばい。高速美味しいです。まずはニバタフレです。全然ペースそうやめたやつそんなにね。すごい音ってでもメールとか、はい、あ、これかな。で、髪で大丈夫。うん、パパです。こんばんは。めっちゃ早く。パルが染みてる。てか、なんだ欲しい。うん、違うの。誕生日の日います。ケチャップとマスしてます。うん。私、ケーキ買わない。すごいね。ケーキって言ったら。18日も。ピンクと、タワー。嬉しいですね。絶対、あ、なんか一回やったことあるけどマジで痛い。首の骨折れるかと思った。絶対できない。本当に。え、皆さんやったことあります？頭でこうやってやるやつ。もうこうなっちゃうよね、頭。本当にね、やばい。頭が壊れる。ね、大塚がめっちゃね、うまいみたいですよね。あ、なんだっけ、朝顔ありがとうございます。腕立てできないですよ。腕立ては全然やってない。あの、腕立て以外の筋トレとかはやってるけど。あ、元サッカー部なの。あ、そうなんだ、すごい。水で煮ただけなのに具材から旨味が出て美味しくなるから、狂ったように美味しくなるっていうこと。あ、そうなんだ、ありがとうございます。料理上手さん、こんばんは、ありがとうございます。おしゃべりかゆうちゃん追加するか迷ってきた。あ、そんな時はもう迷わず来てください。楽しみに待ってます。首が折れるってそんな重いボールでなくてもいいのに。え、なんか何のボールでやったのかな。なんかやってみたいと思ってバレーボールだったかをこうポンってやってこうやってやったんだけど、もう首の骨折れるかと思った。やばいよね。フットサルって何？わかんないね。フットサルって聞いたことあるけどよくわかんない。私サッカーはなんか授業でしかやったことないけど、本当に多分センスない。マジでセンスないです、私。バスケットボールでやったら確実に折れそうって。確実な折れるでしょ。やば。あ、だるまありがとうございます。やばいよ。あ、室内サッカー。あ、そうなんだ。いや、わかんないです、私。やったことない、室内でサッカー。ななこさんってそんなに走るの遅いの？遅いですね。球技は苦手ですね、すごく。うん、苦手ですね。ん？バスケットの方にやって。なんかね、たまにふざけてエアバスケットをするんですよ。でもマジで下手くそなの。
相手が来たら、相手が来たらこうやって。いや本当にさ、いや本当にちゃんとボール持って言ったらそんなことしないけど、でも本当にふざけてやったやつママがずっとなんか好きだからそうやって言ってくるの。やばいよね、わかる。シュート、シューター。ねえ、ゆうてめっちゃ猿腕なんですよ、わかんないかな。やばいよね、わかる。ゴルフ、ゴルフはめちゃくちゃちっちゃい時になんかちょっとやらせてもらったことがあって、おじいちゃんとおばあちゃんがやっててやらせてもらったことあったけど、すごい下手です。下手っていうかなんか覚えてないです。ちゃんと大人になってからやったことはないです。あ、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。でもやってみたい、なんかさ、あとあれも行ってみたい、これなんだっけ、バッティングセンターも行ってみたい。やったことないです、私。やってみたいです。ゴルフもやってみたいし、それくらい。テニスもやってみたい、私テニスやったことない。腕曲げるとダメなの？あ、そうなんだ。そうダメだ。ゴルフ上手い人サル腕の人多い。え、そうなの？じゃあ言う、上手いかも。言う、めっちゃサル腕なの。なんか本当に日向にいつも気持ち悪いって言われる、サル腕。え、でもってめっちゃキモいかも。やば、今の見なかったことにした方がいいかもしれない。マジで気持ち悪くない？あ、そう、テニスはね、ソラっていう先生がいるから。絶対スパルタ、そう、長岡にね、あるんだけどね、行ったことないです、私まだ一回も。でも怖くない？全然キモくない、本当に。じゃあもう一回見せます、サルで、私のサルで。ね、見えてるかな、いいよ、手大きいんだよ。え、ねえねえ、気持ち悪い？気持ち悪い？ユーのサブで。ママはなかなかサブだよね。そんなことない。あ、ハートありがとうございます。無駄に長いよ。え、そうなの？なんか本当に私よく手長いねって言われるけど、なんかバランス悪くて、うん、逆に私気持ち悪いんですよ、手長くて。ダンスの時もなんか人よりもめっちゃ何、手上げるの遅いし、だからなんか気持ち悪いの。バスケのあれとか変な。そう、あと手もすごい大きくて、だからなんか体の割合に合っていないというか。気持ち悪いよね。そう、本当にね、気持ち悪いんですよ、私の体って。気持ち悪いって言うのはちょっと良くないけど、そう。ボクシングには有利なんだって。そうなの？そう、でも本当に私数ヶ月ぐらいしかやってないけど、ピアノをやってたことあって、うん、そのせいじゃないけど、あ、指曲がってんの見せたことあるよね。こう見たら普通だけど、こう見たらめっちゃ指曲がる。やばいよね、これ。ゆうね、つかないの、指。なんか、指曲がってる。やばくない？やばいよね。でも私、ピアノ好きですよ。弾けないけど。そう、気持ち悪いんですよ、私は。水泳選手ならすごく水かけそう。水かけそう。あ、こういう水かくってこと？え、私泳ぐのもね、泳げない、私。いや、泳げるの5メートルしか泳げない。小学校の時ずっとメダカ組だったよ。何？
綺麗な指してたの。いや全然綺麗じゃないですよ。ありがとうございます。ベース、え、ベース弾いてみたい。なんか私ギターとかめっちゃ憧れる。なんかお姉ちゃんがギター弾けるんですよ、アコースティック、アコギ。すごいよね。意外に金槌、え、そう、めっちゃ意外って言われるけど、言う、普通に運動音痴に見えないですか、顔。さらによく言うは運動音痴そうな顔って。あ、メダカ組って何？あ、なんかさ、あるじゃないですか、トビウオ組とか。例えば一番泳げる人がトビウオ組で、二番目に普通ぐらいに泳げる人はイルカ組とか、一番下に全然泳げない人とかはアメンボ組とかあるじゃないですか。で、私一番下でメダカ組だったんですよ。ずっと6年間ずっとメダカ組でした。私は本当にあの運動音痴すぎて恥ずかしいです。だから運動できる人ってすごい羨ましいです。なんか走りが速いとか球技ができるとか、そう、羨ましいなって思う。泳ぐの上手いとかね。水泳帽何色？小学校の時はずっと黄色だった。みんな何色でしたか？あ、だるまありがとうございます。セーラー服と機関銃？メダカ組？そうなの、セーラー服と機関銃っていう歌は知ってるけど、薬師丸ひろ子さんじゃないんですか？わかんないです。え、サラも泳げないんだ、初めて知った。サラめちゃくちゃ泳げそう。赤色、赤色ね。ねえねえ、水泳でさ、なんかお団子とかさするじゃないですか、髪の毛入れなきゃいけないから。でこうやってお団子した時にさ、髪の毛チクチクってさ、帽子から出てきてさ、ちょっと気持ち悪いんですよね。わかる。ルーフープはできるよ。背泳ぎ、背泳ぎできる。でも前には進めない、浮いていられるだけです。泳ぎじゃない。そこ泳ぎじゃない、あの後ろに浮いていられるだけです。前には浮いていられない。なんかこうやって毛並みあるじゃないですか、シューンっていくやつ。あれ、髪の毛引っかかってる。あ、でちょっと待って、話に集中させてください。いいですか、毛並みするじゃないですか、ポーンって飛んでからバタ足するじゃないですか、バタ足しながらこんな感じです。だから本当に下手くそで、結構泳いだ、結構息できないと思って、こう立ち上がったら全然3メートルとか全然いかない、マジでやばい。でクロールも一回なんか教えてもらったからやってみたけど、バタ足してるのに前に進めないし、息のするタイミングわかんないし、息しようと思ったら水思いっきり口の中入ってくるしみたいな。もういい思い出ないです、水泳とか。海めっちゃ好きだけど、飛び込みなんてできないですよ、怖い、死ぬかもしれない直で言って。想像できる、想像できるでしょ、やばいよね。あの平泳ぎなんてできない、私形が分かんない。でも平泳ぎしてる人はあんまり嫌だ。なんか見るのあんまり嫌です。そう、溺れる、だから浮き輪は必須ですよ。はい、ということで今は28分になりましたので、巻き巻き体操をやっていきたいと思います。いきまーす。はい、ありがとうございます。そのそうなの、なんかカエルみたいな感じだと、なんかまあすごいかっこいいと思います。あのこういうやつ、はい、ということでキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきまーす。ないない、エクボ、私のエクボにゆうもハマっちゃうぞ、ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、ということで明日はちょっと、明日と明後日はゆうちゃんキッチンができなくて朝配信になるんですけど、あの明日と明後日も遊びに来てくださったら嬉しいです。
ということで、今日はアクアパッツァを作りました。皆さん今日もありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。おやとみー。またねー。バイバーイ。